バンコセントラルナンピリピナスが発表したデータによると、第2四半期の住宅用不動産価格指数は年率 9.4% の下落となり、第1四半期のマイナス 4.2% から悪化しました。この発表が2016年に始まって以来、最も急なペースで縮小しました。全国的に見ると、第2四半期のコンドミニアムの価格は、前年同期比 14.3% 減となり、前年同期の 30.1% 増から反転して、コンドミニアム価格の下落は4四半期連続となりました。また、第2四半期の一戸建て住宅の価格は、前年同期の 23.4% の上昇から一転して 7.4% の下落となりました。一方、二世帯住宅の価格は前年同期比 28.9%、タウンホームの価格は 15.1% の上昇となりました。マニラ首都圏の住宅価格は、主に一戸建て住宅が 22.5% 減少、コンドミニアムが17.8% 減少、タウンホームが 3.5% 減少と価格が低下したことにより、18.3% 減となりました。前四半期比では、マニラ首都圏の住宅価格は 3.4% 上昇しました。地方では、住宅価格が 0.6% 下落し、中でも一戸建て住宅の価格が 6% 下落しました。一方、二世帯住宅は 24.3% の上昇、タウンホームは 27.2% の上昇、コンドミニアムは 9.6% の上昇となりました。BSP のデータによると、第2四半期の住宅ローンは前年同期比で 82.3% 増加しましたが、第1四半期比では 3.6% 減少しました。住宅ローンの 49.5% はコンドミニアムの購入を目的としたもので、次いで一戸建て、集合住宅が 39.2%、タウンハウスが 10.3%、二世帯住宅が 0.9% となっています。アジア経営研究所のリベラ氏は、ワクチン接種の増加により、最終的にはオフィスへの復帰を許可される人が増え、都市部での住宅需要が高まるだろうと述べています。ちなみに、国内の新築住宅の1平方メートルあたりの平均鑑定価格は、前年同期比で 29.1% 縮小したが、前四半期比では 1.8% 増加しました。その結果、2021年第2四半期の新規住宅ユニットの1平方メートルあたりの平均評価額は、マニラ首都圏が 115,990 ペソ、マニラ首都圏外が 46,183 ペソ、全国平均が 75,722 ペソとなっています。バンコセントラルナンピリピナスが金融政策の正常化を目指して、2022年に予想より早く利上げを行う可能性があると、フィッチソリューションズが発表しました。フィッチは、BSP は来年、当初の50ベーシスポイントから75ベーシスポイントに引き上げ、年末までに政策金利を 2.75% にすると予想しています。また、フィッチは、政策の正常化は当初の予想である、2022年後半よりも早く、来年の第2四半期に開始される可能性があると指摘しています。BSP は現在、緩和的な金融政策を採用しており、借り入れを促進することで経済活動を活性化させるために、金利を過去最低の 2% に抑えています。フィッチは BSP がより、タカ派的なスタンスになると予想しているのは、外部の金融政策状況がより、ハト派的な新興市場の中央銀行に圧力をかけ続けているため、米連邦公開市場委員会の半数以上が来年の米国の利上げを予測していることを指摘しました。BSP は外圧よりもパンデミックに見舞われた内需を支えることに目を向けているが、フィッチはフィリピンの資産に対する投資家の需要を定着させ、
需要側のインフレ圧力を和らげるために、遅かれ早かれ正常化すると予想しています。フィッチは、BSP と同様に、今年と来年のインフレ率予測を引き上げました。2021年の基本的な商品価格の上昇率は、従来の 4% から平均 4.5% に、2022年のインフレ率は、従来の 3.4% から 3.7% になると予測しています。BSP は、今年のインフレ率は 4.4%、来年は 3.3% になると予測しています。フィッチは、インフレ率がさらに粘着性を増し、対外的な資金調達条件が急激に引き締まった場合には、BSP に引き上げの圧力がかかる可能性があることに留意していると述べています。ちなみに、これは2015年12月からの政策金利のグラフです。2018年はインフレ率が 5.2% に上昇をしたことから、金利も 4.75% まで上昇をしています。その後、2019年のインフレ率は 2.5% に落ち着いたことから、金利も2019年に入り、下落をしました。2020年と2021年は、COVID-19 によるパンデミックのため、金利をさらに引き下げ、現在は過去最低の 2% を維持しています。気候変動が世界の最も差し迫った課題の一つとして注目され、各国が化石燃料からクリーンエネルギーへの移行を進めている中、AC エナジーコーポレーションは、再生可能エネルギー革命をリードし、変化をもたらす絶好の機会であると認識しています。A 線は、現在、2100メガワットの再生可能エネルギー設備を有しており、2025年までに5000メガワットの再生可能エネルギー設備を導入するという目標を達成し、東南アジア最大の再生可能エネルギープラットフォームとなる予定です。A 線は、アヤラグループの新たな柱となることを目指して、10年前にアヤラコーポレーションによって設立されました。2016年に再生可能エネルギーにシフトして以来、同社は持続可能な開発の文化を受け入れ、脱炭素化戦略をビジネスモデルと資本調達戦略に統合してきました。2020年3月、A 線は E&S ポリシーを取締役会で承認したことを発表し、事業と組織に持続可能性を取り入れました。現在、同社はフィリピン、ベトナム、インドネシア、インド、オーストラリアに約2600メガワットの帰属能力を持ち、再生可能エネルギーのシェア容量は 80% で、この地域では最も高い水準となっています。A 線は2030年までに石炭発電所を売却して、石炭をゼロにすることにも取り組んでいます。A 線は国連の気候変動枠組み条約及びパリ協定に沿って世界の気温上昇を 1.5 度以下に抑えるために世界の炭素排出量を削減することに取り組んでいます。A 線は組織全体及びビジネスパートナーとの間でサステナビリティに関する課題を推進するための目標と対策の策定に着手しました。ちなみに A 線は8月16日から PSEI に加わり、9月23日付で7番目に時価総額が多い企業です。日本円で約9000億円の時価総額で、三菱 UFJ フィナンシャルグループの時価総額に匹敵する規模です。A 線の週足チャートは20週移動平均線がトレンドラインとなって綺麗な AOTS を描いています。株価は終値で最高値付近を推移しています。RSI は 79.40 と買われすぎのレベルです。株価のサポートは 7.61 テソ、レジスタンスは 9.74 テソです。アボイティズエクイティベンチャーズインクは、子会社であるアボイティズパワーコープの 25.01% の株式を日本の株式会社ジェラに約14億6300万ドルで売却し、
上場している持ち株会社の成長計画に資金を供給し、エネルギー部門の取り組みを後押しすることを計画しています。AED の社長兼最高経営責任者であるサビン・アボイキズ氏は、この取引により、AED グループの成長計画を促進するための重要な資金が確保されますと述べました。今回の売却計画では、AP の普通株式18億4033万4941株を対象としています。この取引が完了すると、AED は AP の 52% を保有することになります。この取引は、株主の承認を含む必要な慣習的承認を条件としています。臨時株主総会は12月9日に開催されます。一方、アボイティス家の非上場の親会社であるアボイティズ&カンパニーインクは AP の株式 1.99% をジェラに追加売却し、ジェラへの出資比率は 27% となります。日本最大の電力会社であるジェラは、AP のクリーンエネルギー事業にも協力していきます。このパートナーシップには、発電プロジェクト用の液化天然ガスの共同開発や、その燃料の調達、管理などが含まれます。ジェラと AP は、発電所の運営、管理への参加や、新世代技術の活用の検討についても協力していく予定です。ちなみにジェラはプレスリリースで、当社は同社への出資によりフィリピン共和国のエネルギー分野における当社のプレゼンスをさらに向上させ、同国の脱炭素化を加速させていきます。当社はフィリピン共和国特有の事情も十分に勘案しながら、アボイティズパワーと協力して同国のエネルギーの安定供給を支えるとともに、低コストかつスピーディーな脱炭素化に貢献してまいりますと述べています。AED の週足チャートは、この発表を受けて 10.55% 下落をしました。200週移動平均線がレジスタンスとなっていますが、20週移動平均線が50週移動平均線をあとわずかでゴールデンクロスしそうです。株価のサポートは 43.00 ペソ、レジスタンスは 54.20 ペソです。リトシー ME ホールディングスインクは、株式交換取引の承認を受けて、外国人所有権の制限を 100% から 40% に変更することを発表しました。リトシー ME は、8月27日に証券取引委員会から受験資本金を28億ペソから400億ペソに増やすことの承認を受けました。リトシー ME の受験資本金の増加は、ウデンナコープとの株式交換取引を通じて支払われたものであり、ウデンナコープは、ウデンナ CME の1000万株の普通株式と引き換えに、同社の112億株の普通株式を引き受けたと開示で述べました。ウデンナ CME は、ウデンナコープの通信事業の株式を保有しています。ウデンナ CME の 100% 所有により、同社は電気通信サービス事業者として運営されているリトテレコミュニティコープの最終的な親会社となりました。公共サービス法では、電気通信事業者の所有権をフィリピン人と外国人で60対40に制限しています。リト CME の第2四半期の親会社株主に帰属する当期純利益は経費の増加により前年同期比 70.8% 減の810万ペソとなりました。上半期の親会社株主に帰属する当期純利益は2020年の5530万ペソに対し 70.5% 減の1630万ペソとなりました。ちなみに、外国人所有権の制限のパーセンテージは、PSEH で確認をすることができます。国内市場の企業では、ネガティブリストに掲載されている分野を除き、外国人は 100% の出資が可能です。外国人投資ネガティブリスト、または、ネガティブリストとは、外国人の所有権が、その企業の自己資本の最大、
40% に制限される経済活動分野のリストを意味します。ネガティブリストは、外国人による投資、所有が憲法及び法律により禁止、制限されている業種。安全保障、防衛、公衆衛生及び公序良俗に対する脅威、中小企業の保護を理由として、外国人による投資、所有が制限される業種です。リトの週足チャートは、20週移動平均線を突破することができず、3週連続で下落をしています。MACD、RSI ともに下を向いています。株価のサポートは 6.60 ペソ、レジスタンスは 9.05 ペソです。チャンネル登録もよろしくお願いします。